たんだよ。お疲れ、ヨコさん。ヨコちゃんは何？歌手を目指してんの？ヨコちゃん普通に歌うまいと思うけど、本格的にやってたでしょ？ボーカル。お疲れ、歌手目指せばいいのに。すごい良かったよ。はい、チョコボールさんいらっしゃい。声と音問題ないでしょうか？今日はですね、2017年4月の4日、19時52分です。よろしく。今ね、バッテリーの充電がなかったから今日は雑談やらなかったんだけど、琉球グラスを作ってきました。にゃこお疲れ、ワトツ。3個作る予定だったんだけど、1人2個までしか作れないっていう風に言われたんで、2つ作ってきたんで、それもなんかの企画で、ちょっとリスナーさんにプレゼントっていう形でやろうと思ってるんで、楽しみにしてください。お疲れ、みんな。今、壁に向かって歌ってばっかり。今家で壁に向かって歌ってばっかり。あー、すごい声質いいから、バンドとか歌い手とかやればいいのに、プロ目指すもいいし、すごくいい声だと思うよ。ギターも上手だし。はい、こんばんは、みんな。お、カカお疲れ。昨日皆さんありがとうございました。おかげさまで生まれて初めてのデイリーランキング1位を取ることができました。あざっす。ありがとう。本当に感謝です。いや、テルがね、放送をつけっぱなしにしてたから、テルが1位になるはずだったんだけど、テルは今日取るんじゃないかな。うん。うん。マミヤさんいらっしゃい。いや、めでたいよね。だって、ふわっちの配信者、数ある中で1位だもんね。結構リスナーさんも、おめでとうメールとか DM とかたくさん来ました。ありがとう、本当に。みんなで取った1位だからね。で、沖縄からそろそろ帰ろうかどうしようか迷ってるんだよね。どうしようかなと思って。風も辛いしさ、体調悪いし、どうしようかなと思ってて。ありがとう。所持金は言わないよ。所持金は言わない。だから生々しい話してもあんまり得がないから。帰ろっかな。もう少ししたら帰ろうか。そこそこってわけじゃないね。結構お金使った。20万ぐらい使っちゃったから、もうギリギリだよ。こっからは。外配信やってもいいよ、全然。外配信はやってもいいけど、まあ雑談の方が面白いかなと思って。明日ヒカルが沖縄に行く予定。あ、そうなんだ。荒野は。荒野。沖縄にいるよ、ミリカさん。だからリア突が思ったより少なかった方が残念だったかな。リア突もっと来ると思ったけど。のんちゃんはワド突。どうも。リア凸なかったね。で、今日は、国際通りでチンスコをかなり買いました。男の人はチンスコで、女の人は、なんつったっけ、服でいいかなとか思って、お土産は。雨強いんだ、そっち。それで行こうか。
明日来る？入れ違いかな、じゃあ。あ、俺明日帰らないけど。どうなるんだろう。テルは会えないのかな、じゃあ。明日の何時ぐらいかによるよね。荒野は結局屋久杉行かなかったの。街で、ホテルでプラプラ雑談やってただけじゃね？金梅さんは来ないんだ。おお、軍資金用意してる。大丈夫でしょ？あそこまで大手だったら、リスナーさんにポンと出してもらえるよ。大丈夫だよ。ぶっ飛んで大手なんだからいいわ。支援者が半端じゃない。だ、そういうネタでしょ？ネタ。東京に台風行っちゃった。沖縄でも台風、金梅来るはずない。いや、わかんない。何しに行くんだろうね。なんか別に理由はないよ。なんか逆に理由が必要ではないじゃん。理由いらなくない？別に俺キャスバーで全然グダグダやってないけど。雨すごい。こっちでも風が強かっただけだったな。あ、今夜も来るって、キューピーさん。嬉しいね。キューピーさんいい人でしょ。人柄温厚な人だから、優しいよ、すごく。面白いでしょ。まあ、ニコ生で大手になる人は、まあ、実力あるよね。ふわっちでも多分、閲覧伸びてくると思う、ガーッと。追い上げてくるでしょ。たまには女絡みの色恋ネタも配信しなよ。ネタっつうかさ、別に出会いがないんだもん。それは面白くなるんだったら何でもやりたいけどさ。ありのままにやっとく。リア凸待ち常にやってるじゃん。俺いつもリア凸待ちしてるじゃん。今でも別にリア凸待ってるよ。リア凸するって言われたら行くよ。やるやる。ついにリア凸待ちだから俺は。だってリア凸の旅なんだから。リア凸の旅。どうしようかな。まだ飛行機予約してないんだけど、どうしようかなと思ってて。帰ろうかどうか迷ってるね。俺今沖縄だよ。ミリカちゃん。今那覇。沖縄です、今。もう一週間ぐらい前からずっといるよ。いるよ、別にいいよって来る人は。でも放送出たくないんだって。おい、サブさんいらっしゃい、ワダツ。
おはよう。言い寄ってくる人はいますよ、そりゃ。本人が出たくないっつったらさ、出すのかわいそうじゃん。沖縄で何人だろう。6人かな？ 6 人、リアトツは、沖縄では。もう、あと沖縄来るの2年後とかだから、まあ、リアトツ少なかったね。いや、知り合いがお店やってたから、ニコ生時代で、スナックやってる人がいたから、リスナーさんで、顔出そうと思ったけど、連絡手段なくなっちゃってるな。もうリスナーじゃないんだな、多分。行きたかったんだけどね、ずーっと応援してくれてたから。あと5人で100人だね。沖縄でね、あと5人ぐらいリア凸あれば面白かったんだけど。全然なかったわ。かゆいな。性欲別に強くないよ、俺。ステッカー売れたやつ、何枚売れたんだろう、ステッカー。飲み物買ってくるわ。ジュース買ってくる。やべ、鍵忘れた。ただいま。
いいよ、帰り。ただいま。はい、ワード2、ブロン。いらっしゃい。沖縄に集まってくるのね、続々と。バームフラップ買ってよかったな、すげえ当たり。ちょっと優しいよ。怖いっつうか、なんかヤンキーっつうかチンピラみたいな顔してるけど、めちゃめちゃ優しいよ。見てたらわかるっしょ、付き合ったらわかるっしょ。あいつは優しい、すごい。あと、なんだろう、素直だし、仲間思いだよね。リスナーさんすごく大事にするよ。あ、俺もテルもね、ふわ来てから生活変わった組だから、本当にしみしみいろんなこと思うよね。そうだよ、大体ね、嫌いとか言ってる人とかって見たことないんだよ、配信を。俺もそうじゃん。ワード悪いやつでしょうって、レッテルを貼ってさ。見たことない。あやもいいやつだよね。ね。兵庫に海鮮の旅。あのね、兵庫にっていうか、日本全国回ってるから。兵庫も行くよ。今行ったのは、東京、千葉、茨城、福島、仙台まで行って、で、沖縄か。あと四国も行ってるね。ミスキーアド2。ね、雨強いらしいよね。で、ちょっと待って、ステッカーも売れてるんだよ。新宿で会った時怖かった？見た目は怖いよね。顔つきは怖い。いくらだ？花火ありがとう、匿名さん。あいつも行くよ、行くよ。2、3000円。あいつも行く。7000円売れてるね。7000円。1、2、3、4、5、6、7000円。花火ありがとう。俺、セブンさんと和解って何も意味が分かんないんだけど、セブンさんと揉めてないから。お前、にわかだろ、世界の成り金。
なんでそうやって決めつけるの？俺、セブンさんと喧嘩なんか一回もしたことないけど。むしろ絡みがねえわ。何？どこ情報？若いって。はい、ワード2、チョコミントいらっしゃい。にわかすぎるで、でしょ？決めつけないでよ。勘弁してよ。セブンさんと遺恨なんかないよ。あ、ありがとう、解放。風船ありがとう。よくいらっしゃる。アコーディセッション、ギター練習。あ、全然全然。いや、楽器はね、別に下手でもいいと思ってて。なんか、ねえ、一緒にやろう。うん。新宿来たら逆に、俺、スタジオ用意しとくから、声かけて。風船ありがとうね。防空壕と姫百合の後体調大丈夫。ああ、でもね、姫百合の塔はすごい、もう入った瞬間、ああってなったね。空気が。おお、お帰り、すず。うん。はい、若津もこ、お疲れ。結構、すごかったね。へこむわけじゃないな。思ってた施設とちょっと違くて、正直な感想を言うと、書いてあることは事実なんだけど、俺が思った感想だよ。怒らないでほしいんだけど、ちょっと左寄りな施設だなって思った。中立的に戦争を書いてる施設ではなくて、ちょっと、施設の内容に関しては俺は違和感はあった。ただ、被害者の人は本当にかわいそうだなとは思ったけど。おい、高井いらっしゃい。うん。ちょっと、姫百合の学徒の人たちは本当に大変だなとか悲しいなっていう思いもあったし、涙が出そうになったけど、書いてある内容とかに関しては、ちょっと左翼っていうか左巻きの匂いがして。あそこはなんかまあ歴史資料館じゃないんだろうなっていう感じがした。俺は。左翼の人たちが作った施設なんじゃないかなっていう印象は受けちゃったね。うん。全部読んだよ。書いてある文字も。うん。そう、だからいかに大日本帝国が悪いことをしてたのかっていうの書き方をしてて、まあ実際沖縄のさ、若い中学生とか高校生ぐらい、中学生ぐらいなのかな、姫百合の子たちは。あの子たちは本当に
ね、なんて言えばいいのかな。本当にその巻き込まれた被害者であることには間違いないんだけど、戦争そのものを勉強できる場所ではなくて、戦争の一部のディティールを深く掘り下げてて、ちょっと偏りがあるように感じた。別に俺は右翼でも左翼でもないけど。っていう感じかな。かすみさんはどっち？沖縄にいるよ。国吉さん。いるいる。那覇。博識ではないけど、確かに米軍が、焼き払ってるシーンとか、貴重な資料とかいっぱいあるのよ。VTR も残ってて。で、でも書いてある内容っていうのが、なんて言えばいいのかな。要は、いかに日本軍の教育が悪かったかみたいなこと、そういうふうに書いてないんだけど、要は、そういうふうに推してる感がすごいのよ。霊感はね、俺は子供の頃すごいあったんだけど、今はないと思ってるのね。だけど、霊能力者からすると霊を呼び込みやすい体質みたい。いつ帰るかわかんないんだよね、まだ。今決めてるところ。まこやんこんばんは。霊感はないね。ただ、肌で感じるね、やっぱり。変な空気だなとか重たいなっていうのはすごく敏感に感じる。いや、ちょっと、やっぱ倒れそうになったよね。優しいと霊体質になるのかな？わかんないけど。で、まあ、姫百合の学徒の人たちが、すごい悲惨な目に遭うのよ。もう、想像もつかないようなさ。で、一気にやるんだけど、ちょっと確かに日本の兵隊さんっていうか国が出した指令っていうのが、要はね、戦争が始まるでしょ。で、何ヶ月間で、ブワーって南下していくの。沖縄の米兵が上陸してから、どん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 占領されていくのよ。で、糸満っていうところが下にあるんだけど、姫百合の塔。要は南下していって追いやられていくの。で、生き残った人もかなりいるんだけど、日本っていうのは放棄をするのよ、沖縄を。要は、何を言うかっていうと、要は、民間人なわけじゃん。兵隊さんじゃないのに、中学生とかに強制的に働かせてて、もう絶対会っちゃダメだよね、それは。今の倫理観で言うと。ね。で、そこで、遺体の手術とか、の手伝いとかをさせんの。要は、蛆が湧いてる兵隊とか、足が切断されてて、足がもう負傷してて、足を切断する時の、なんつうの、抑え込む役とか、なんて言うんだろう、蛆を取ってあげる役とか、もうきつい仕事だよね。で、急にもうダメだっていう時に、日本がどういう決断を下したかっていうと、もうこっから先は自由にやってくれっていう放棄をするの。もうだから逃げてもいいし、防空壕の中にいてもいいし、捕虜になってもいいし、あなたたち自由にやってくださいっていう決断をするのよ。で、その中で、学校の先生、男の人も何人もいるの。18人ぐらいいるのかな。で、姫百合の学生さんたちと教師を含めて、教師が18人、で223人だったかな。今ね、沖縄だよ。周さんかな。周さんいらっしゃい。沖縄の国際通りの近くのホテルですね。沖縄、沖縄。で、なんて言えばいいのかな。死んじゃうんだよ、ほとんどの人が。生き残った人の証言もあるんだけど、ほとんどの人が死んじゃうのね。で、自決をしたりとか、米兵に殺されたりとか、捕虜になったりとか。で、すごいディティールのエピソードがすごいの。先生が、手榴弾持ってみんな来なさいって肩組むんだよ、こうやって。で、じゃあ今から死ぬぞって言って、手榴弾を自爆しようとするときに、一人の女の子が嫌だ！って泣き声で叫ぶの。泣きながら。泣いてはいないけど泣きそうな声で震えて、お母さんに最後会わせてって。お母さんに最後会わせてから死なせてくださいって言って、
で、その一言で先生は、その集団自決しようとするんだけど、何人かね、10人ぐらいかな。その時に、手榴弾を置きなさいって、置けって叫ぶんだって。で、その子は生き残ったのね。今、おばあだろうけども。っていうエピソードとかさ。もういろんなのがあって。あ、ひめゆりの塔の話ですね。っていうエピソードの資料とかがいっぱい残ってんの、証言とか。こんばんは。バビロンビル？行ってない、行ってない、ミミ。バビロンビルわかんない。詳しいんじゃなくて、昨日行ってきたから。はい、アンミーは脱。ステッカー。ラビーとテルと。ステッカー買ってくれたの誰だっけ？2枚ずつ買ってくれたんだっけな。ひめゆり学徒ね。おばあちゃんにいきなりに行ったらここだけ行きなさいって言われた。多分ね、知覧博物館とかなんだよ。鹿児島の方だと思うんだよね。知覧ってそうだよね。知覧博物館ってなんか知覧だっけな、なんだっけな、そこが思い出せないんだよね。ステッカー、新しいステッカーもうできてるよ。海宝が入院してる間に発売されてるよ。これの、海宝が知ってるステッカーこれだろ？海宝が知ってんのこっちでしょ？これじゃなくて、新しい方もできてる。これね。これが新しいステッカー。捨て頃ステッカー。もう残り在庫少ねえな。ロブスターどこだ？ロブスター30日。沖縄で一番楽しかったとこ、俺は国際通りじゃなくて、北谷かな。
シャタンの買い物が面白かった。あと、レッドロブスターが良かったね。アグークローが一番良かった。あの辺が一番沖縄っぽかった。新しい企画？どんな企画？あのさ、失礼だよ、世界の成金。気に食わないなら見なくて結構です。あのさ、自分の思い通りにならないからってね、人に文句を言うのは間違ってると思うよ。初見さんいらっしゃい、ちょっと行ってくるさ。楽しんでってください、ステッカー以外の、俺のグッズは俺が作るから。解放は自分のグッズを作りな。解放は自分のグッズを作りなさい。初見さん楽しんでってね、コメントありがとう。お疲れ、鶴さん。サムネ変えたの？ちょっとバージョンアップした感じ。初見さんいらっしゃい、コメントありがとう。面白かったらフォローしてってください。ありがとね、来てくれて。 Twitter も Facebook も YouTube もやってます。全部登録してくれると嬉しいです。いやー、どうしようかなと思って。フォローありがとう。ちょっと行ってくるさん、フォローありがとう。どうしようかね、いつ頃帰ろっかな。こんばんは、メイさん。メイちゃん?恋人以上友達未満?それセフレだよ。ルキホー、こんばんは。自分の似顔絵ってなかなか描けない。俺の似顔絵を解放が振るのは間違ってるでしょ。解放がデザイナーやりたいっていうなら話は別だけど。デイジャンピンから来たの。初見さんいらっしゃい。ありがとう。ルブタンこんばんは。明日ヒカルくんたちに会ったら帰り伸びそうだね。どうなんだろうね。まあまあ、楽しかったら何でもいい。どういう生活、こういう自由に生きて。でもね、それはテルとしみじみ話すの、配信外とかで。例えば、その、羨ましい、じゃなかったの、俺らは。それは羨ましいよ、誰でも。いろんな人がさ、こんだけ自由に生きて、お金もたくさんもらえて、ファンもたくさんいて、チヤホヤされてるわけじゃん。羨ましい。俺らもそういう先輩いっぱいいたの。さっきテルと話したのは、
花火何発ももらって疎ましかった人とかいっぱいいるわけよ。疎ましかったっつうか、羨ましかっただよね。あいつあんないい思いしやがってって。で、俺らはやるって決めたの。俺とテルは、最初からこうやってうまくいってたわけじゃなくて、俺らもそうなってやるって思ったの。で、俺は3年間、テルは1年と3ヶ月ぐらい、本当に苦しい思いしたの。本当に。でも諦めなかったの。俺らは戦い続けたの。だから、沖縄に行かせていただいてるのもリスナーさんのおかげだし、俺ら、確かに自分が頑張ったっていうのもあるけど、リスナーさんとの絆でこうなってんのよ。変えてきた？うん。そう。だから、今だけを見たら、キラキラしてるかもしんないけど、俺なんかホームレスも経験してるし、生活保護も経験してるし、食いたいもんも食えなかったの。買いたいものも買えなかったの。服なんてジーパン一着を2年間履いてたの。ボロボロになった穴開いて。5000円のジーパンを買うのに3ヶ月かかるんだよ。そういう生活だったの。だから、やっててよかったなとは思ったよ。ただ、一長一短でここまで来たわけじゃないのね。本当に体を張ってきたし、それこそニコ生時代なんか、恥という概念がない男って言われたんだよ。裸エプロンでファミレスとか行ってたの。まあ、それがいいか悪いかって話だけど。まあ、悪いけど。まあ、それくらい体、できる？裸エプロンでファミレス入れる？多分ね、配信で飯が食えるレベルって500人に1人なんだよ。配信者って腐るほどいるの。500人いて1人だけ飯が食えるっていう世界なのよ。20万いかないぐらい。で、50万以上稼いでるのって1000人に1人なんだよ。で、100万以上になるともうほんと、3000人、4000人とか下手したら5000人に1人ぐらいなの。だから、5000人に1人の努力をしたんだよ。テルは。おいおい、オッケーオッケー。Facebook ね。フォローバックするわ。Facebook。ちょっと待って。Facebook 開くから。フォローバックしたよ。Facebook は5000人限定で友達申請できるから。友達ね、5000人超えると、フォローバックできなくなるから。もし、今のうちだね。もうほんと有名人になっちゃうよ、俺。ぶっ飛んだ。テレビとか出ちゃうよ。今のうちだから。FC2 やってんだ、いいじゃん、いいじゃん。ただね、今の時代は FC2 やるよりも、ふわっちの方がいいよ。永井先生が来てるぐらいだから。だって、ちょっと前まで俺も FC2 民だったし、鮫島さん、うなちゃんまん、永井先生って、香川さんもそうだったのね。ケーキありがとう。諦めない。ありがとう。スパルタコーチ。沖縄いるよ、ルブタン。リアドする？そう。で、昨日10万ぐらいの、捨て頃のお金とかあったじゃん。捨て頃の収入、ギャラもあったし、先月50万稼いだから、なんか記念に、50万達成記念に、高いもん買いたいなと思ってて。で、買ったのがこれ。シルバーブレスレット。配信で、50万買えるようになったから、これを買ったの。あと、これと、シルバーのネックレス買った。トレードマークに。バカありがとう、マコヤン。欲しいものが手に入るってすごく嬉しいよね。カスタムしてもらったの。これ、俺、高光って名前なんだけど、鳥の鷹をモチーフに。かっこいいでしょ。こう、羽が畳めるの、こうやって。パカパカするの。かっこいいでしょ、これ。シルバーでできてんだけど。
で、あ、高光だから、高がいいなと思って。で、チェーン長かったから短くしてもらって、で、バジュラーって言って真鍮の鎖をつけてもらって。そう。いいでしょ、これ。これトレードマークに、高光の高を買って、これ2つで11万ぐらいかな。ハートありがとう。二つで11万。こっちがね、高かった。こっちが6万、7万ぐらいでした。欲しいもの、なんか取れ、なんかさ、こう、頑張った記念になんか欲しいなと思って。なんであげるんだよ。なんであげるんだよ。ミュールにはプレゼント買ってやるよ。たもうお土産代だけで6万円ぐらい使ったからね。めちゃめちゃ金使ったよ。みんなフワチ配信者に変わってるでしょ？トレンドなんだよ。こっちの方がリスナーさんが面白いし多いのね。だから、どっちにしろ評価される。例えば100の力を持ってても、10のサイトでやったら10人しか集まんないの。でも100のサイトで、100の力を持って200の場の力っていうのは場乗りっていうんだけど、場所乗り。それをうまく使わないとダメだよ。そしたらさ、200、なんつうの？ 200 人来るわけじゃん。10人集まるところと200人集まるところ、どっちでやった方がいいって。だって FC2 も50%でしょ？取り分。だけど FC2 の場合は課金するまですごい時間かかるの。そうだね。いつものトレードマークの服に変わったね。サクッとらいらっしゃい。今日は涼しかったから。ジーパンでも大丈夫だった。稼ぎたい人はどんどん配信始めた方がいいよ。フォローありがとう、リビエラさん。これからよろしく。もし沖縄でリアトツしたい人いたら、今日空いてるんで、国際通りの方来てくれるのであれば、コメントか LINE かください。リアトツしたいって。ふわっちはもうリアルタイムだね。すぐ課金できる。そこはでかい。FC2 は、エロいやつも、エロい雑談もあるし、要は、おっぱい出して OK のサイトなのね。だけど、アダルトじゃなくて普通のもあるよ。ツイキャスは金にはなんないけど、閲覧は多いね。だけど、ツイキャス今から始めるやつはセンスないと思ってる。石野は先月、先々月9万ぐらいとか言ってたかな。わかんない。でも、石野でも9万稼いでんでしょ？相当いいと思うよ。でも、始めたら誰でもアイテムもらえると思ったら大間違いだからね。閲覧稼ぐっていうよりも、俺の考え方はね、これは。あくまで俺論なんだけど、今の俺ぐらいになるためだったらいくらでも教えてあげられる。それは簡単。配信って、リスナーさんを留めることができる人が向いてるの。初見さんを長く滞在させることができるのかっていうのが問題。いつも言ってるのが、例えば10秒でブラウザバックされると、ダメなんだよ。必ず新規は来るの。新規は必ず来るの。その人を1分留まらせるのと10分留まらせるのだったら、10分の方が成功するの。その人を10分間楽しませることができたら、閲覧1をストックしたまま次の人が2になるでしょ。同時閲覧。で、2が10分10分で、残り2分で被ってたらって、どん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 相乗効果で閲覧が増えていくの。初見さんを拾っていく作業でしょ。で、拾うって何なのかっつったら、滞在させることなんだよ。だから、初見さんいらっしゃいって言った時に、ダメな配信者って、あ、コメントが増えた。誰だろう？誰が見てる？どっから来たんですか？初めまして。コメントくださいって、こういうつまんない投稿をするの。だからすぐ切るの。みんないなくなるでしょ。なんでお前にコメントしないといけないんだよって。だからもうゼロ、閲覧がゼロの状態で30分間喋りきれないと無理。で、来た瞬間に客層によってコメントによってトークを変えられるかどうかっていうのがセンス。そう。いるでしょ。靴はね、コンバースだね。オールスター。コンバース。オールスター。オールスター好きなんだよね。
必死さっていうよりも、その、何がダメかっていうと、その、必死でいいんだよ。必死でいいんだけど、ください、くださいはダメなの。お金をくださいじゃなくて、与えることだけなのよ。与えることだけ。配信者っていうのはあくまで面白い配信をできるようになったら、リスナーさんが面白かったら勝手にチップ投げてくれるから。勝手にフォローしてくれるんだよ。だから、もてなすことができない人は向いてない。初見さんを笑わせたりとか、こう、話に引き込んだりとかしないとダメなの。コミュ障はまあ向いてないかもね。だから、俺だったら、俺が今はまあ160人とか200人近くいつも常にリスナーさんがいるからそれできなくなっちゃってるんだけど、仮想だったら初見さんが初見ですって来た瞬間に、ああどうもこんにちは。僕はあの配信歴何年目でこういう配信やってるんですよ。で、ジャンルはその漫画とかこういうなね、2万冊も読んできたし、映画とかも好きだし、旅配信とかもやります。で、一日10時間ぐらいやってるんで、あの、すごく暇つぶしになるんで、もしよかったらフォローしてってくださいね。っていう挨拶をすると。で、漫画が好きな人だったらどんな本好きなんですかとかさ、映画は何がおすすめですかってくれるじゃん。そういう伏線をトークに貼っておくの。そうすると、ああ、面白い映画、どんな映画好きなんですかとか、会話が始まるの。もしくは自分の、ああ、僕ドラゴンボール好きですね。とか、あ、私も好き。とか。そうそうそう。会話なの。対話なの、ね。うん。俺、8ヶ月飯食ってるけど。かっちゃん、花火ありがとう。トーク力がない私には無理。いや、それは違う。トーク力だけじゃないの。トーク力だけじゃない。実は、受けるか受けないかはキャラクターなのね。キャラクター。キャラクターがいい人だったら別にトークはいらない。極端な話。ただ、そのおもてなしの心っていうのを持ってないとダメだよっていう話。とつまつから始めるのはあり。あのね、サクッとら、全く閲覧がない人にとつかけるメリットある。ないでしょ。うなちゃんマンとか、とつ、みどりさんとかうなちゃんマンとか、とつまつやったらバンバンかかってくるの。それこそ、もう、ずーっと電話ボタンを押してないとかからないぐらいなのよ。とつまつや、大手のとつまつに電話かけたことある人ならわかると思うけど、ひっきりなしにずーっと終わるタイミングでもうボタン連打の、通話ボタン。で、閲覧0とか閲覧1のところに凸かけるメリットってないでしょ。あるとしたら女の人の場合下心とかなんだよ。男の人が。ナンパしに来るとか。見た目大事だよ。うん。あの、見た目のインパクトは大事。俺はだからその点不利だと思ったよ。うん。顔が整ってるから。うん。まこやんありがとう。こんばんは、ゆうかさん。だからまあ、その、好きかどうかだよね、一番大事なのは。いや、全然怒んないよ。あの、永井先生すごいってさ、あの、佐々木さん永井先生のこと知ってる？永井先生のこと知ってる？永井先生って、今の配信者の中で一番古い人なんだよ。で、うなちゃんマンとかもすごいっていう、うなちゃんマンより先輩なんだよ。で、ゲーム配信、古事記、スロット配信、これ作ったの永井先生なんだよ。うん。柴田とかも永井先生から来てるし、伝説中の伝説の人。逆に最近のリスナーさんは伝説すぎてわかんないんだよ。そうだよ。最古さんの一人だよ。柴田が永井先生について語ってるから見てごらん。俺は永井先生見て配信始めたって言ってるよ。スロット配信も。でしょ？知らなかったでしょ？あの、伝説の人なの、あの人。うん。
多分っていうかもう、有名どころで一番古いのはあの人。永井先生。今知らないだろうね。俺も知らないもんね、ドラジピアキャス時代は。しかも、アイテムとかでブレない人だもん。うん。今、レジェンドって呼ばれてる人たちがレジェンドっていう人だから。もうだから若い世代わかんないんだよね。永井先生の凄さが。閲覧2000人とか切らない。あとみんな知らないかもしれないけど、FC2 で1500人とか2000人集めてるわけじゃないから。3サイト同時配信やってんだよ、あれ。3つのサイトで、リスナーさんを分散して同時配信やって、ふわっちだけで1500人集めちゃってんのよ。それくらいの化け物。同時に多分ね、5000人から、4000人から5000人ぐらい見てる。すごいよね。もう結構年だと思うよ。警報鳴るレベルなんだ。すげえな。まあ、台風だからしょうがないよね。だからヒカルくんがリアトツコラボ成功して顔出した時に何年ぶり？もう3、4年ぶりに顔が出たっつって話題になったもんね。永井先生の顔。だからヒカルくん相当持ってるよね。カラオケ配信は需要ないんだよね、実は。カラオケ配信はね、かそるんだよ。やるのはね、やっぱね、どんどん、長く継続してやることが大事だと思うよ。長い目で見たら、成功すると思う、それが。社会にいたとき、もちろん悩んでたっていうかね、っていうよりも、ADHD で悩んでるとか、精神病で悩んでるっていう自覚がなかった。なんで理解されないんだろうとか、なんで噛み合わないんだろうっていうことでずっと悩んでたね。で、その悩みの答えが出なくて悩んでた。要は、自分が病気だっていう自覚がないし、要は普通、変だって言われることが多かったの。ガキの頃から。例えばその野球とかチームプレーのスポーツとかに誘われても行ったこと一回もないし、そう一人遊びばっかりやってて、で、変なやつと友達になることが多かったかな。だからそう、変わり者好きなやつとかいるじゃん。だからそいつも変わり者だったけど。だから、やっぱりその、病気だったんだろうね。うん。稼げる秘訣は何ですか？俺そんなに稼いでると思わないけど、俺億万長者狙ってるんですよ。配信だけで多く稼ごうとしてるんだけど、他の授業ではもっと稼ごうとしてるのね。で、今月収、今どれくらい ?70 万くらいかな。月70万くらいで、まだまだ稼げてないけど。いや、まだ俺が語ることじゃねえな。月100万を稼げるようになったらそれは語るよ。まだ全然納得いってないから。うん、まだまだ稼ぎたいから。申告っていうかまあ税金は普通に払わないとダメでしょ。それは個人事業主なんだから。申告しなかったらアウトでしょ。それは法律だからさ。納税の義務があるわけよ。日本国民だったら必要でしょ。申告は。
通のサラリーマンの場合。でも、ね、配信でずっとそうなったわけじゃなくて、ようやくね、結果が出始めただけだから、別に、すごいとは思わないけど、もっと上に行きたいと思ってる。まだまだ納得してないよ。家あるよ、新宿。頭いいかな？そうかな？頭いいっていうよりも度胸があるって感じだ。腹くくってるっていうか。確定申告めんどくさいよ。領収書の整理とかさ。解放ありがとう。花火ありがとう。アイテムありがとう。もしね、応援してくれる人は、1時間雑談やったんで、風船1個とか、花火とか、チップください。お願いします。うん、またね、佐々木さん。まあ、でも何でもシェアするよ。みんなが興味あって、和道みたいにやりたいんだけど、つって、俺が知ってることであれば、何でもアドバイスする。俺はなんか若手配信者が稼げるようになったりとか、なんか未来のスターが出てきたら面白いなと思ってるから、配信全体が盛り上がらないと俺も活躍できないのよ。だからみんなで盛り上げていきたいから、伝えられることはシェアするよ。はいよー、千代子ありがとう。頑張ってね、仕事。そうだね。俺はね、どちらかっていうと不器用なタイプなんだよ。ヤスさん初コメありがとう。バガー5個ありがとうね。ニャコーバガーありがとう。おー、ラビーハート2個ありがとう。ラビーありがとう。今日電話してくれた？出れんくってごめん。ああ。解放にアドバイス。解放にアドバイス。ざっくりすぎるよね。要は、問題点がまだ見えてないんだと思う。これは別に配信に限ったことじゃなくて仕事でも何でもそうなんだけど、できるやつっていうのは問題意識を持ってるの。問題意識。問題意識って何なのかっていうのは、このままでいいんだろうか、このやり方でいいんだろうか、これで間違ってないんだろうかっていう意識のある人ほど成長するのよ。だから、どこに問題があるのかすら分かってないわけだから、問題意識持った方がいいよっていうことぐらいしか言えないかもしれない。チョコミントお風呂行ってらっしゃい。そう。で、要は、そう、悩んでることがないわけでしょ。問題意識を持つといいよ。自分がどこを目指してて、逆に今どこを目指してるのかもわかんないから。アドバイスしようがない。まず問題意識を持つこと。例えば、その、閲覧少ないのはなんでだと思う？とか、誰とコラボした方がいいかな？とか。そうそう。そんな、私どうしたらいいですかっていう質問には答えられないよ。うん、これは自分で考えることね。おい、クリボーいらっしゃい。いや、別に謝る必要ないけど。しばらくだから俺とコラボするのがいいんじゃないの。で、コラボしたいって言われたらコラボするようにすればいいし。
一週間に一回必ず和道にリアドするとか決めるとか。まーちゃんこんばんは。全然全然いいよ。こっちに、東京にいるときは全然構わないよ。俺は。最近思うんだが、社会で、お局で企業が頭を悩ませて解雇できない人はいる。お局？よくわかんねえわ。リア凸の旅っていうかね、本当はずっと旅に出てたいんだけど、やっぱ資金の問題とか、コラボの忙しさとかで現実不可能だなと思って、便所太郎方式に切り替えた。お局、社会でお局で企業が。ごめん、ちょっとわからないから、もうちょっとシンプルに書いてもらいたい。よくわかんない。お局の意味がわかんない。割 俺が学がないから、シンプルだとわかる。ごめんね。新参、そうなんだ。教えてよ、スタンさんは。もしよかったらフォローして。偉そうな社員？偉そうな社員が何なんだろう。偉そうな社員が、頭を悩ませて解雇できない人は ADHD で。ADHD とかアスペルガーはね、集団行動苦手な人が多いから、起業家とかね、あと職人とかが向いてると思うよ。集団行動は苦手だから、ADHD は。もともと。フォローありがとう。初見さんぜひフォローしてください。お局の解説、お局とは職場を仕切る古参の女性社員。そんなんどこにでもあるでしょ。そんなんどこにでもいるよ。そんなの。だから俺は嫌いなのよ。集団で群れるやつっていうのが。ピンで何もできないんだもん。結局ね、これは別にいい悪いの話じゃなくて、好きか嫌いかの話なんだけど、結局ね、会社員って優秀な、要は、売り上げを作れる人が上に行くんじゃないんだよ。上の人に気に入られるやつが、上に行くっていう仕組みなの。でしょ？だから、根回しとかさ、付き合いの世界なのよ。どんなに結果が出なくても上、決裁権を持ってるやつが可愛いっつったら終わりなんだよ。で、どんなに数字を叩き出しても、どんなに優秀でもダメなんだよ。日本社会っていうのは。だから俺はピンで、なんか自分より頭の悪いやつに下につく気がないから。だから俺は自営業を選んだね。ありがとう、のりこ。わかりやすかった。ありがとう。
のんちゃんはね、俺と付き合い長いから、俺の通訳はすごいできる。優秀だから。ああ、よろしく、よろしく。のりこはのんちゃんだよ。俺の元カノののんちゃん。あら、俺ピンバッジどこやったんだ。そうだよ。居座る人っていうか、長い人に気に入られる人が上に行くんだよ。ファントムさん、こんばんは。国際通り歩こうかな。今所持金いくらあんだ俺。使いすぎ。使いすぎ。引くわ。うちのリスナーさん温厚だよ、基本的には。人が良すぎるぐらいだよ。配信者の上に気に入られたら得。得だよ、得だよ。だって、俺はなんかつるんだりコラボ、なんか変な馴れ合いは嫌いなんだけど、だってさ、荒野なんかさ、ヒカルくんに気に入られて、キンバイさんに気に入られて、ヤッチョに気に入られてさ。あ、デイリーはね、昨日の集計だから、今のところじゃないよ。昨日の結果、よく読んでごらん。昨日の結果。だからもう確定。昨日1位。で、2000円、いくらもらったっけな、デイリー。デイリー1位取ると、お金もらえるんだけど、俺ももらってるから、今のところじゃないよ。今争ってる、今日のデイリーは明日結果が出んの。多分出ると、取ると思うけどね。昨日のストック分があるから。芸能界の縦社会も会社みたいなもんがちょっと違うんじゃん。やっぱそのタレント力がまず圧倒的にないと話にならないから、例えば圧倒的なビジュアルとか、圧倒的歌唱力とか、圧倒的キャラとか思ってないと、まず使い物になんないのよ。まずは商品力じゃん。で、商品力があって、かつ、だからね、その商品力ないやつほどつるまないといけないんだよ。で、商品力あるんだったらわがままに生きていいんだもん。そこが俺は、その芸能界とか配信界の面白いところで、別に誰ともコラボしなくてもうまくやってる人いっぱいいるじゃん。俺キャラ弱いよ。俺はキャラ弱いから体張ってきたんだよ。キャラ強かったら今頃もっと上行ってるって。俺は苦労タイプだと思うよ。だから、その、売れない芸人ほど先輩芸人に可愛がられてるイメージ。生き残ってる人は。でも俺は金魚の糞に、誰かの金魚の糞になりたくないとは思ってるけどね。
なんか付き合い、普通の友達とか仲間とか付き合いたい人とだけ付き合うっていうのが俺のスタイルだけど。嫌いな人とは絡まない。俺はどこが金魚の糞なんだよ。誰かの金魚の糞になったことあるか、俺。ねえだろ。ずーっとピンでやってきたぞ。ねえ、ないよね。切れるジャックナイス、いらっしゃい。誰かにくっついたことあんのかよ、じゃあ。同猫。俺、ピンでずっとやってきてんだよ。誰かのリスナーさんのおこぼれでフォローしてもらったことなんか一回もないよ。全然ないでしょ。糞の方じゃねえ。わかりづらいよ。金魚の方。なんだよ、お前。わかりづれよ。そういうことか。基本ピンだね。で、その、気のいい仲間。だからね、俺、ヒカルくんが有名だから付き合ってるんじゃないんだよ。ヒカルくんが閲覧200か100か。要は、キャスでそれくらいの時からずっと付き合ってるし、大手になるとは思ってたよ、正直。だけどね、性格が好きだから付き合ってんの。正直言うと俺、ヒカルくんの枠全然見ないんだよ。だ何が起こってるかとかよく把握してないよ。もう、普通に友達として付き合ってるの。ヒカルくんは。まあ、だけど、すごい遠くに行っちゃったなって感じだよね。はい、ハゲマン先輩若津。ワードは上の人から可愛がれるタイプです。ああ、無理よ。もう、こんなの後輩にいたら最悪だよ。気は使うよ、正直。気は使うけど、可愛くねえだろ、こんなの。だから、俺がなんでうなちゃん好きかっていうと、媚びないからなのよ。うなちゃんマンのかっこよさって。まあ、媚びない。いい意味で俺がなんだよ、ちゃんマンは。世渡り下手なんだよ。そこがいい。俺は、佐野イズムを継承するそこだと思ってて。やっぱ自分がスーパースターだと思い込むっていうか。滑稽に見えるかもしんないけど、あの人は意識レベル高いよ。解放ありがとう、風船。そうね。正直言うと俺は大衆受けするわけじゃないって思ってんの。テルがびっくりしてたの、昨日のカラオケの枠あったでしょ？で、俺が何十代って聞いたのよ。そしたら、まあ20代しかいないわけよ。こんなにリスナー違うんだねってびっくりしてたよ。まあ、俺正直、その和道と全然閲覧被ってないわ、つって。もうお互い全く被ってないでしょ。で、お互いリスナー取ってやろうっていう気がないの。お互い。もう全然被ってないから。なあ、面白いよ。テラなんかもう20代の若い人しかいないんだから。関慎吾さんは俺が評論する立場じゃないから。あの人ははるかに実力が上だから。俺よりも。俺が関慎吾さんに何かを言うっていうのは失礼なことだから。バール受験は俺じゃねえわ。バール受験は俺じゃねえわ。バーガーありがとう、マコヤン。まあ、バールは面白かったけどね。まあ、っていうか、うなちゃんマンの芸風じゃん。誰かを煽って、まあ、怒らせちゃいけない人を、何人怒らせてきたか。人を怒らせる天才なんだよ、本当に。あれはすごいと思うよ、煽り芸。バカありがとうね、ヤスさん。ありがとう、アイテム。
いや、嬉しいよね。なんか、バーがアイテム投げてくれたら、うちのね、和同僚団のメンバーありがとねって。これ嬉しいよ。いや、毎回なんだよ。バール事件が一番際立ってただけで、毎回土下座してたんだから。散々煽りに煽って、毎回土下座するっていうのは鉄板芸の。ただ、もう有名すぎて当たり前になってたんだよ。で、バール事件はさ、もうとんでもなく閲覧があったから、初見の人も来たわけじゃん。だから、あの時だけ謝ってるように見えるけど、俺も土下座してるんだよ、うなちゃんって。知らないでしょ、みんな。俺が配信始めて1年の時にもう土下座してるんだもん、俺に。60回目の土下座って言われてたよ。はい、いってらっしゃい。教えてよ、さ。また来てね。まあ、ガチ泣きは、まあ、だからガチ泣きしてたのは今回初めてなのね。でもまあ、土下座するとかさ、謝るっていうのは、もう鉄板の流れなの。怒らせる、煽る、煽る、煽る。煽り合いになる、怒らせる、揉める、3日引っ張る、最後負けるっていう。そう。あれは芸風なのね。チャンマンの。もう伝統芸能ですから。ハート3個ありがとう。ゲーだよ、ゲー。もはや、あそこまで行くとゲーでしょ。全く懲りないんだから。はい、ブロックでーす。一番面白いのは天然だよ。ゲイとかじゃなくて、ゲイは臭いから、解放は解放でそのままでいいよ。難しいのはね、心を解放するっていうか、心で思ったことをどれだけ本気で言うか、みたいなところ。だから愛子とかまっすぐだから受けるんだよな。もう思ってること全部言っちゃうのよ。だからガチの人がやっぱ面白いよ。ゲイとはいえガチだから面白いんだよ。知ってる。芸風、やらせっぽいのはいらない、解放には。解放はそのまんま泣いたり笑ったりしてんのがいいんだよ。解放は多分光くんにリアドした方がいいかもね。今度繋ぐよ。光くんが美味しく料理しそうだよ。愛子は、ちょっとかわいそうかなって思うかな、俺は。本当は配信会に来ちゃいけない人なんだよね。ねえ、もう囲いもできてきて、マンスリー上位に来てるでしょ。あの人はね、ちょっと不幸になると思うよ。配信で。まあ本人がね、配信自分から望んでやってるんだから何も言わないけど。何さんだっけ？ヒッターさんだっけ？ヒッターさん、ヒットラーさん、どうも。あの人悪い人じゃないよ。悪い人じゃないけど、ヒカルくんは正直、アイコのこと本気で嫌いなのよ。本気で怒ってるの。だから、ヒカルくんもまっすぐじゃん。だから、悪いところっていうか、相性悪いのよ、正直。いいとも言えるし、悪いとも言えるんだけど、ヒカルくんはアイコのこと怒らす天才なのよ。で、それで有名になっちゃったから、みんなそれをやるわけじゃん。便所太郎さんとか、みんなやるわけよ。だから俺普通に配信で対談とかすると、普通にいいおばちゃんなのよ。煽らなければね。ただ、煽り体制が全くないから、本気で人ぶん殴っちゃうんだよ。だからラジコンにされてるから、ちょっとかわいそうだなとは思うよ。なんか、いじられてるよりもいじめられてるに近いと思ってて。俺は正直あんまりああいうスタイルは嫌だから、俺は愛子さんと絡むときは普通に愛子さんのいいところを引き出したいとは思ってるけど。
あれはちょっといじめでしょ。いじりじゃないよ。度を超えてるよ。あれだって本当の、まあ俺も本当の病気だけど、ガチで結構、アスペだもん。ちょっと障害者いじめに見えちゃうよね。そう、ヒカルくんはアイコさんのこと本当に嫌いなの。だけど、別にそれを意図したわけじゃなくて、周りがそういういじめ方したら美味しいってなっちゃってるから。で、本人それ望んでないわけじゃない、アイコさんは。かわいそうだよね。まあでも、金払わなかったり、悪いところもあるからな、アイコも。見栄張ったり。働いてねえのに働いてるとかさ、私は金持ちだとかさ。見栄張るから。愛子さんは最近出てきたスーパースターだよ。愛子は多分自覚がないパターンじゃないのかな。どうなんだろう。ただ、薬飲んでんだよね。精神薬。だから病院には通院してるだろうけど。ちょっと、ガチの人だよな、あれは。正直。言っちゃ悪いかどうかわかんねえけど。愛子に必要なのは支援じゃないんだよ。病院なんだよ。本気で。それは煽りで言ってるわけじゃなくて、ガチでそうなの。あれは病気悪化すると思う。配信始めて悪くなるパターン。俺がそうだったから。まあ俺もなんだかんだ乗り越えたから大丈夫か。お前入院してたんだからガチだろうがよ。どうして自分がガチじゃないと思ったんだよ。手帳持ちだろ。ガチガチのガチだよ、お前は。違うんだよ。俺が言ってんのは、精神障害者が放送やるなとは言わないの。病状が悪化する可能性があるの。反社会的になる可能性がある人。介抱は別に害がないのよ。その誰かを殴ったりとか、暴力をしたりとか、喧嘩になったりとかしないタイプだから。どちらかっていうと、自分が凹むタイプなの。そう。介抱は。俺もそうなの。誰かに暴力振るうとか、危害、反社会的なことをやるっていうよりは、自分が傷つくタイプなの。だけど、愛子の場合は、明らかに、豹変して、ぶん殴っちゃう人なのよ。煽っちゃう人なの。そう。殴るのはまずいでしょ、さすがに。警察沙汰だから。しかもネタで殴るとかじゃないじゃん。プロがやる、プロレスになってないんだよ。本気のリアルファイトになってるから。こんばんは。おっくん、こんばんは。あ、そうだね。生の喜びおじさんも、だから、いじっちゃいけない人だったのに、いじっちゃったじゃん。そう。それに似てる。そう。いい例えだね。生の喜びおじさんなんかまさにいじっちゃいけないのに、いじっちゃったパターンだよね。あの人はだって病気だもん、完全に。生の喜びおじさんは。本人苦しんでたからね。いや、ああなってるでしょ。現実。ああなるのかじゃなくて、現実もああなっちゃってるんだよ。要は、障害者をおもちゃにしてる状態だから。ちょっと良くないかなっていう。本人が望んで、そうなってるなら自己責任だよ。ただまあ、裏で絵描いてるじゃないけどさ。いや、俺は、いや、アイコが腹くくってんならいいよ。もう配信でやるって。そう見えないもん。そう見えない、アイコが。もう完全なラジコンにしか見えないもん。要は、うまいこと言われてお金儲かるからっつって、
で、もう振り回されてストレス溜めて、あれボロボロになるよ、多分。幸せそうに見えない。で、ナマジも有名になって閲覧上がっちゃったからもう欲も出てきてるわけじゃん。要は稼げるっていうのが。あれ稼げなくなったら相当かわいそうだよ。俺今だけだと思ってるもん。ちょっとね。まあだけど、まあ愛子の人生だから、それは。愛子も楽しい部分も見えてきてるだろうけど、結構ストレス溜まってると思うよ。俺らはさ、もう腹くくってるわけじゃん。もう正直。正直さ、もう何やったって腹くくってるんだよ。だけど、その愛子が腹くくれてるかっつったらさ、振り回されてるだけだよな。でも愛子が悪いわけじゃなくて、愛子も悪いところあるんだけど、リアルなアンチを作っちゃってるのじゃん。リアルのファンと。だからさ、結局さ、あれもそうだよ、たまちゃんも。たまちゃんも出しちゃいけない人なんだよ。でも味しめちゃったでしょ？で、喧嘩になってるじゃん。で、なんで今愛子がちょっと囲われてるかって言ったら、たまちゃんっていう悪役を作って、で、それに攻撃したからファンが増えたっていう構図じゃん。でもやってることはどっちも悪いんだよ。でしょ？対立構造ができてるから正義の味方っぽくなってるだけでさ。もう永遠とラジコンだと思うよ。もうこういう伸び方は。ワン太郎はただの残念なやつだから。ワン太郎は面白いし、努力してるし、誰よりもふわっち古いのに、誰にも評価されないっていう悲しい配信者だから。俺はワン太郎に伸びてもらいたいよ。ああいう努力してるやつがもっと稼げるようになんないとな。まあね。でもなんか最近、荒野といい、愛子といい、たまちゃんといい、なんかね、ポットでのやつがね、稼いでんのは、俺は、ちょっとちげえんじゃないのっていうのは思うよ。なんか、リスナーもリスナーで、本当に頑張ってるやつに花火投げろよっていう。プロに投げろよっていう。思うよ。俺らからしたらさ、ポットでなわけよ。で、苦労もしてないわけよ。下積みもしてないのよ。いい時代だよなって本当思うよ。修羅場くぐってねえじゃん、お前っていう。北海道一周するん。まあ、今配信始めて有名になってるやつはラッキーだよな。先輩方のさ、配信を盛り上げてきた人たちがもっと稼いでいいと思う。まえたんはかつ、まあ魅力はあるね、正直。時代も良かったね。まあ、ブランドかって言ったらブランドにはなってないけど。東京の方が暑いだろうね。まあ、そういうことだね。ふわっちがあって、いいタイミングで始めたよねって話だよ。おいぼんの言う通りね。そうそう、本当のおもちゃだよね。あれは。解放は下積みっていうか、ゆっくりやってるの。俺は、だから、俺、まあ、言っていいなら言うけど、まあ、そこそこ閲覧ありますよ。ぶっ飛んでトップクラスではないけど、中堅の中ではナンバーワンクラスの、ね、閲覧ありますよ。で、そこそこいい配信やってますよ。まあ、アイテム少ない方だと思うよ。閲覧と、やってる配信内容、体の張り方に比べたら、まあ、少ない方だと思うよ。結果が出るのが遅いタイプなんだよ。苦労タイプ。でもだよ。でも長い目で見たら、3年間の頑張りがあるから今安定してると思ってて。ぶっちゃけバブルとかさ、ボーンっていくタイプじゃないけど、ずーっと安定して伸びていくタイプなんだよ。そう。だから、まあいいやっていう。そう、悔しいっていうのあるよ。なんでこんなポットでのやつに収入負けんだよっていう。俺、何年苦労して、お前より体張ってるし、笑わせてるわって思うよ。悔しいよ、正直。だけど、これは10年とか20年っていう長い目で見たときに、勝つと思ってる。それはね、悪魔のキューピーさんとプライベートでよく電話するんだよ。ねえ、キューピーさんとか、アイラとか、
配信者にアドバイスもらってて、配信外で。アイラとかさ、ワド頑張ったなって。お前、ほんと苦労してたし、ねって。最近なんか頑張ってデイリー1位取れたんだろって。連絡来てくれたアイラが。俺は嬉しいよって。でも、お前は結果ね、なかなか出なかったけど、俺は、その、お前の努力はいつか実ると思ってるよって。だから、頑張り続けてくれよって。俺そういうワド好きだからってアイラは言ってくれたの。で、キューピーさんは、なんて言ってくれたかっていうと、最後に笑いましょうって。だから、その、リスナーは金じゃないっていう和道さんの姿勢は、偉いって。その、金って言わないでしょって。だから、それは曲げないでくださいって言ってくれたの、キューピーさん。最後に笑うやつになりましょうって。どの世界でも最後に笑う人が、本当の勝者ですからって。あ、その、今のトレンドとか、今日のこととかじゃないですよって。最後に笑いましょうってキューピーさんは言ってくれたの。いい言葉でしょ。そう、アイラは仲間がいるからって。リスナーもいるし仲間がいるから忘れないでくれよって。俺らは和道の、その、ずーっと4年間の頑張り見てるからって。で、ようやく芽が出てきたんだから、頑張れよって。響くよね。そう。3年見てるか、ありがとう、千代子。そうそうそう。だから、それでいいんだよ。お疲れっす、あずいさん。久しぶりっすね。まあ、それが社会だよね。現実的に、その、やっぱり、一発ボンって売れる人もいるじゃん。芸能界で何人もいるじゃん。小島よしおとかさ、ね、一発やってやつ。要は、バーンって1億ぐらい稼ぐわけじゃん。でも1年後にいなくなるんだよ。もう、いくら見てきたか。何人見てきたか。だから先輩の中継芸人とかクソって思ってんのよ。舞台とかテレビのひな壇とかでずっと活躍して、司会とかやれないポジションなわけじゃん。だから要は、リスナーに言われるんだけど、芸人で言ったら品川庄司の品川だよって言われるの。実力もあるし面白いんだけど、花がない。で、ひな壇でいい仕事はするんだけど、なんかうざキャラにされるみたいなさ。力あるんだけど、司会業はちょっと早いかな、みたいな。だから、一発屋とか稼ぐとイラッとするわけじゃん。お前よりスキルあるわってなるわけじゃん。そうだよ、ウサギの肉、盗みたくもない肉を盗んで通報されるんだから。うん。風船ありがとうね。でも長く生き残るっていうのはそういうことだと思ってるよ。俺だから有吉さん、芸人さんで言ったら有吉さんほんとすごいと思ってて、一回スターダムまで行ったんだよ。そう何十年ずーっとバイトしながら下積みしてたの。芸人辞めなかったでしょ。あれはかっこいいよね。最後も何十年も耐えて。で今トップでしょ。冠持ってて。俺は有吉さんほんとにかっこいいと思ってて。俺は諦めないで頑張ってる人が好き。有吉はすごい。ツイキャスの時はダメだと思ったな、俺も、ルンペンさんの。俺も思った。俺も折れたね。3年やって無収入でしょ、ほぼ。支援してくれてた人がいたよ、それこそ。頑張れ頑張れって。もう折れそうだったね。だってさ、俺、今ね、営業日報つけてるんだよ。今日フォロワー何人増えた、どんな配信した、何時間配信したって全部つけてんの、営業日報に。だけど、1日10時間平均でやってんの。みんな考えて、遊んでると思ってるかもしれないけど、遊んでるは遊んでるんだけど、1日10時間このペースで話してんだよ、俺。しかも、3年前は無休。で、昔だったらもっと長かったの。14時間とか喋ってたの。今移動時間とかあるじゃん。電波がないとこってこう充電とか。すごくない？毎日毎日このペースで10年間、10時間話して4年経つんだよ。そりゃ食えてないとおかしいわって。だから、ポッドでのやつにね、ポッドでの配信始めたやつに、和道さんみたいに稼ぎたいんですって。やってみろよ。毎日10時間以上。言い訳すんなよ。バイトがあるからとか、仕事やってるからとか。言い訳すんなよ。10時間、時間作って無給でやれよ。
なれるよ。絶対なれるよ。俺みたいに才能なくてもなれたんだから。絶対なれるから。ただできないよ。俺、誰よりも配信時間長いから。誰よりも努力してきたから。ただそれだけだよ。面白いわけじゃない。顔もいいわけじゃない。器用なわけじゃないんだよ。そう。ただ人より長く、ひたすらやってるだけだから。そう考えるとゾッとするでしょ。しかも、配信回してる本番の時間が10時間なのであって、仕込みの時間とかネタ作りとか、ステッカー郵送とか、いろいろあるんだよ。その、打ち合わせとか、リスナーさんとの、やりとりとか。いや、変わったんじゃなくてね、多分ね、現場が、俺を作ったんだと思うよ。だからよく言うけど、俺変わった自覚ないってよく言ってるじゃん。変わったとは思うんだけど、それは、丸くなったんだと思う。いや、尖ってたの。尖ってたけど、本質は変わってない。自分は分からないじゃん。尖ってたんだよ。だけどもう、あ、揉まれた、揉まれた。波に流された、叩かれた。失敗もいっぱいした。もう、だって、はっきり言って、もうとんでもない支援者さんなんか何人逃したか。何人もいたんだよ。某有名な配信者の、もう何百万も振り込んでる人、3人、4人いたよ。何人いなくなったか。何回悩んだか。俺のやり方間違ってんのかなって。そう。もう本当に、あれだよ。寝れないよ。支援してくれてた人がいなくなって。ね、食えなくなるわけじゃん。でも、腹くくったの。そっから変わった。僕はこういう人間ですって。で、こういう人間なんですって伝えるようにした。だから、お気持ちでいいんですって。その、求めちゃうと、あなたに依存するって。もう先に言う。あなたに依存するから、そしたらあなたがいなくなったら、まずいっていう生活になったら、僕配信できませんって。ただ信頼もするし、アドバイスは受けますけど、あなたの思い通りの配信はできないですよって。それで、今俺の放送が面白いと思ったら支援してくださいっていうようにした。正直。ハートありがとう。熊野プーさんいらっしゃい。お帰り。そう。いや、俺はだから、佐野なのよ。やっぱり。佐野智則に憧れて入ってきて。で、佐野智則のスタイルは違う。スタイルは違うかもしれない。佐野イズムを継承してるの。本当にかっこいいと思ったのがちゃんまんなの、やっぱり。いや、好きなことやって生活をしてるだけだからって。困ってないからって。でも、俺はそこにプラスアルファあるの。困ってないけど、困ってたけどね。困ってないけど、もし、少しでも面白いなって思ったら、風船1個でもいいって。だってさ、今のご時世、ここ日本だよ。ここ日本だよ。100円なんて誰でも財布に入ってるよ。ゲームセンター行ったら、100円5分でなくなるよ。下手したら1分でなくなるよ。俺ゲームセンターのクレーンゲームに負けるのって話だ。俺缶ジュースよりも価値がないのって、俺が作る10時間は。1日1回100円投げるの苦でも何でもねえのよ。だから、もし時間潰せたり何か、この1時間で何かあったら、何かくれっつってるね。ありがとう。うん。KW 一つ見た？ありがとう。もしよかったらフォローして。みんなアイテムありがとう。ありがとう。そう。それくらいのことは自信を持ってやっていくからって。うん。それが俺の生きがいに変わるから、もっと面白いことやってやろうってなってるのよ。実際。もっといろんなところみんなと行きたいし。いや、あんだけ煽られたら行くでしょ。店に行ってさ、挨拶しに行っただけで、俺店で飲んでないの。配信切れって言われたから切って。で、配信切ってもダメですかって言われたら、ダメだって言われた。たったそれだけで俺憧れの人に会いに行っただけで、一晩中ディスられたのよ。それは頭に来るでしょ。俺あの時超貧乏だったんだよ。今なんか日じゃないよ。もうさ、うなちゃんマンに会いに行くって、大阪に会いに行くって、どれだけさ、気持ちがないといけないかっていう。ありがとう熊野プーさんありがとう花火。ありがとうね。うん。でしょ？それでさ、一晩中クズなの、カスなの、なんだのって言われたらさ、行くでしょ、そりゃ。一晩中ディスられたからね。その代償がパソコンぶっ壊された。うん、まああれは洗礼だよな。
まだ会うタイミングじゃなかったんだよ。佐野から、茶番からしたらやっぱ小僧だから。2年やってようが3年やってようがさ、俺らで言う荒野みたいなもんなんだよ。愛子さんとか。しゃしゃってんじゃねえよっていう。今いい時代だよ。みんなコラボ受け入れてくれるし、大手だって嫌な顔しないでしょ。おい、ニコ生なんか辛かったぜ。コラボお願いしますって言っても、あんた誰だもん。ねえ、神対応どころじゃないよね。クズ対応だよ、ほんと。帰れよって言われるからね。普通に言われるからね。誰？帰れよって。普通に言われるからね。だからその流れ壊したのは新八丁だよね。もっと仲良くやってこうよって。みんなでよくしてこうよっていう流れを作ったのは俺は新八丁だと思ってて。それは功績だと思うよ。キャスで流れを変えたっていうか、配信会の悪習を変えたんだよね。それはかっこいいよ。だからまあ、でもね、まあ、俺が話してるのってさ、後輩からすると嫌な話なんだよね。要は昔は良かったとか、昔は辛かったっていうさ、サラリーマンと同じでくだらない話なんだよね。おー、熊野プーさん165個風船ありがとう。でしょ？昔はこうだな。おー、海宝花火ありがとう。海宝ありがとう。ありがとうね。まあ、嫌な先輩だよね。まあ、だけどね、特徴があるんだよ。要はね、文句言うやつほど花火投げないの。文句言うやつほど花火投げないのよ。もうだからね、もう分かってきたから、要はね、アンチになるやつってケチなやつなんだよ。人の批判ばっかりしてる。だからもう相手にしなくなった。聞きすらしなくなった。昔は分かんなかったんだよ。誰が支援者か分かんなかったの。匿名だと。でしょ？コテハン残すかどうかなんて分かんないんだから。で、支援者の太い人って大体匿名なのよ。要は、本当の金持ちっていうのは、出所バレたくないわけ。だって自分の稼ぎしてられたらまずいわけじゃん。リアルな仕事持ってる人たちだから。だからまあ、ケチなやつだよ、本当。昔はだからさ、全員に対してさ、対応していかないといけなかったの。嫌なこと言われてもヘラヘラしてなかった、いけなかったけど、今全然違うもん。別に見たくないなら見なくていいよ、つって。お前だと1円の得にもならないどころかマイナスだもん、お前の存在って。平気で言えるようになった。そう、アンチは暇人なの。そう。で、本当に応援してくれる人は必ずアイテムくれるから。そう。だから、そのアイテムもらえる配信者って、そう、媚びなくていいのよ。支援者にだけ、だから数少なくなるけど、成立してるでしょ。でしょ？だから数が少なくても収入が跳ね上がっていくんだよ。放送さんいらっしゃい。こびる必要なんかない。まあ、そういう世界だよな。媚びないね。媚びたら負け。媚びない。だってどこの誰が見てるか分かんないんだもん。俺からしたら。で、配信者ってやっぱ自分を出していく世界だから、自分らしくやってなんぼなんだよ。俺がヒカルくんの真似やっても、金梅さんの真似やっても、ちゃんまんの真似やっても、ベンゾ太郎さんの真似やっても、ドレさんの真似やっても意味がないの。関慎吾さんとか。意味ないの。俺は俺ってやんないとダメなんだよ。おー、ドラゴンさん久しぶり。風船10個ありがとう。
俺は、わがままでいいんだよ。俺は俺。で、その上で、愛してくれる人を全力で愛すの。そう。愛してくれてる人を全力で愛す。そう。もちろんあれだよ、邪険にしたりしないよ。そう、アイテム投げろとかさ、アイテム投げて当たり前だとは思わないよ。でも、その、アイテム投げてくれてる人のおかげで、放送、配信業が成り立ってるっていうのは事実だからさ。それで生活してるわけだから。な、金払わないで文句言うやつなんか相手にするわけねえじゃん。ゴミクズかよって話でしょ。ゴミクズでしょ。すいません、牛丼つゆだくで。うわ、クソまずいっす。店員の、態度もクソ悪いっすね。店も汚いし。こんな店二度と来ないっすわ。金は払わないっす。帰れ帰れ。二度と来るな。帰れ帰れだよ。もう二度と来るなだよ。警察沙汰だよ。警察呼ぶレベルだよ。ただの泥棒だから。泥棒ですよ。今ね、沖縄だよ。沖縄。ワドの配信ファッチ見るようになったと言ったら、すごいコアな人だなと言われた。まあ、コアだろうね。相当コアだろうね。それはコアでしょ。うん。ハードコアだよ。ハードコア。そんな、だって今でさ、今ででっかいテレビで家族と一緒に飯食いながら見る放送だと思ってないの。一人部屋でイヤホンさして、部屋を暗くして布団かぶりながら見る放送だと思ってるから。友達にこの番組好きなんだって言っちゃいけない放送が和道の異常なゼミナールでしょ。うん。それでいいんだよ。ただ、何年かしたら言われると思うよ。いや、面白かったよねって。やっぱ和道の放送面白かったよねって。うん。まさしくそれでしょ。だって俺がそういうので育った世代だから、親に見られたくない番組をこう布団かぶって、トイレ、布団をテレビにかけて、イヤホンさして聞いてる。こう。そう。ああ、ドレさん下ネタ多いよね。うん。ドレさんの下ネタはね、きついよ。面白くない。何が面白くないって自慢話なんだよ。そう。失敗談が聞きたいんだよ、リスナーさんは。俺のセックスがいかにうまいかなんて話をするやつはアホだよ。ギルガメッシュとかね。そうそう。トゥナイトとかね。タモリクラブとかね。そう。視聴率 2% 取れたら神回だよ。視聴率 1% を切る放送だから。その悪、それで、その放送スタイルで、200人の閲覧取れるんだから、すごいと思うよ。うん、いや、そういうことでしょ。電波少年とかさ。今で見る番組じゃない。お母さんに怒られる番組だよ。そんなもん見たらバカになるぞ。うん。うん。なえるよな。そう。コアなファンだけ見てればいい。わかる人にわかればいいから。わからないバカには何言ってもわかんない。あ、気持ち悪いよな。気持ち悪いところじゃないよ。この前飲んでさ、帰るっつってんのにさ、タクシーで送ってくっつってさ、
タクシー降りたの。じゃあお疲れ様ですって言ったら、いや、俺も降りるわっつって、コンビニの前でさ、3時間ぐらいさ、いかに俺がモテるかって話を俺聞かされたんだぜ。辛いわ！もう、いや、ワド、放送ではああなってるけどねって。そうなんすかっつって。いや、俺は実はすごいんだと。本当にすごいんだって。もう放送開きませんかって。もう僕、家近いのになーって。もう目の前が家なのに。いやー、でねーっつって。もうすごいんだよっつって。プライベートで放送ピンで聞かされたんだから。2、3時間。もう、きついっすよ。きついっすよ、ドレさん。切り上げてきたけど。タクシー捕まえようとしたけど。あ、タクシー取ったんで、つって。いや、ま、いいよ、まだ、みたいな。あ、そうっすか、つって。はい。いや、もう、本当に。もう、本当にね。違うよ。猫のお尻トントンの話は受けたじゃないの。猫のお尻の話を面白くしたの誰なのって話だから。あれは普通に痛いおじさんで終わってたの。あれを猫のお尻トントンを面白くしたのは誰なのって話でしょ？そういうとこだよ、ほんと。はい、ワード2。体育会系でしょう、やっぱり。体育会系でしょう。あ、でも、どうなんだろうね。やっぱインテリだよ、あの人。あの人、やっぱ頭は抜群にいいんだよね、ドルさんは。やっぱすごいよ。経験とか、やっぱ話の奥深さとか、すごい、ね、いっぱいあるし、やっぱ面白いんだよね。いや、放送したかったよ、俺も。タクシー代の時思った。何タクシー代って。違うんだよ、ドレさんね。俺初めて会った時金なかったじゃん。で、おごるって言ったの。そのオフで、そのファーストキッチン行った時おごるっつったけど、いや出すっつって割り勘だったんだけど、最近ね、金回りいいから、俺に小遣いみたいなの渡すんだよ。いいからみたいな。言わないよ。自慢はしないの。稼いでるからとか言わないんだけど、明らかに、あからさまに俺に稼いでるアピールをしてくるの。お前より稼いでるからいいんだよ、みたいな。雰囲気を出し、なんつうんだ、滲み出るんだよ。それがイライラするんだよ、俺は。なんか、飲み代も1000円しかかかってないのに、キャスバーとかで。で、5000円置いてって。で、いや、1000円っすよ、っつって。え、いいんだよ、みたいな。ワード。半笑いなんだよ。いや、いいっすよって。僕、1000円持ってますが、僕も別に出せますが。いや、いいんだよ。ワド。みたいな。背中をちょっと軽く叩くんだよ。いいんだよ、ワド。みたいな。なんだよ、その半笑い。もう腹立つわ。いや、わかるだろ？みたいな。俺は、どれだから？みたいな顔すんだよ。タクシーを、なんか、いや、ワド。いや、歩いて帰ります。家20分なんで、つって。ワド。タクシーに乗るんだよ。雨降ってるから、みたいな。いや、小雨なんで、って。僕、いいんだよ、ワド。俺が出すから。腹立つ思うね。いや、いいんだよ。それ、可愛いんだよ、すごい。可愛いし、いや、お金出してもらってるから、あれなんだけど、なんかね、もう、ちょいちょい、そう、稼いでるオーラがすごいんだよ。本当に。ねえ。いや、文句言わないよ、本人には。全部ネタにしてやろうと思ってるから。全部ネタにするよ。全部ネタにするよ。ただね、もう半笑いだから、ドレさんを。ちょっとニヒルな半笑いをしながら。ちょっとカッコつけて。遠くを見ながらだから。すっごい遠くを見ながら。わあ、いいよ。わあって。いや、もうだから乗ってきてるんだよ、やっぱり。いやいやいや、悪気ないよ。俺が悪意を込めて話してるだけだからさ。俺がちょっとイメージダウンをさせようとしてるだけだから。でも、これを真に受けるバカは俺の放送ついてこれないよ。これは俺の愛情じゃん。
悪意を込めて話してるけど、これを真に受けるバカは、お前金払ってもらってその態度はねえだろうとか言っちゃうのよ。ああ、もういいって、俺の放送向いてないわ、つって。そう、ありがとう、風船。ありがとうね、ドラゴン。これは俺なりの礼儀だから。いや、真に受けるバカがいるんだよ。過去行き室のやつが。お前先輩にその態度はねえだろ、みたいな。うん。そう。無理をするって感じじゃないんだよね。無理をするって感じじゃないの、銀猫。あのね、要は乗ってきてるのよ。乗ってきてるの。やっぱ稼ぐって気持ちいいんだよ。稼ぐって。だって苦労してるんだから、俺もドレさんもチャンピンも。それさ、53になってさ、きついと思うぜ。俺も生活保護ってきつかったよ、やっぱ。配信者と飲みに行くのもきつかったよ。だけど、ドレさんはやっぱやっと自分を取り戻したんだよ、捨て頃で。53でさ、後輩にやっぱ気持ちよくお小遣いあげられるってかっこいいぜ。ねえ、タクシーに乗れよって。ペット違う。これ二つに分かれてんだよ。シングルが二つ？シングルが二つ。これ。布団が隠れて見えないだけ。ま、そうだね。曲がり曲がってまっすぐって面白いね。回り道してきたね。うん、いや、俺はだから、ドレさんが素直に稼げたことは、本当に嬉しいっていうか、ドレさん自分取り戻したんですねっていう。輝いて見えるよ。やっぱり。俺も輝きたいし。うん。そうそう、53なんだよ。で、やっぱ、その、みんなわかんないかもしれないけど、アスリートってすごい大変なんだよ。ボディービルダーとかすごい大変で、格闘家とかって。本当に、カツカツの中で、食事代とかすごいかかるの。体を作るの。サプリメントとか、ジムとか。あと、すごいハードで、時間が足りないのよ。アルバイトしながらとかだから、6時間働い、人よりも少ない給料で一生懸命働いて、残りの時間を、バーってトレーニングして、毎日激務なのね。だからお金持ってる人って本当にごく一部なんだよ。趣味でやってる人はいるけど、金を成功した後に。でも、ドルさんはそれを30年続けてんだよ。すごい精神力だと思うよ。だって、ね、今から格闘技じゃ、世界チャンピオンなれるのかって言ったらなれないよ。でも、ドレさんは、そう、60代で最強とかになればいいって、もう自分のビジョンを明確に持ってるわけじゃん。うん。かっこいいよ。いや、いつ帰ろうかなと思って。あ、銀猫さん花火ありがとう。あざーす。俺は、尊敬してるよ、そういうところ。かっこいい生き方してるって。だから、あの人が評価されるっていうのは、当たり前だよ。うん、ああ、親父は元格闘家だね。プロの格闘家。俺の親父は。世界戦に出るぐらい強かった。家どうしようかな。もうそろそろ帰る時期かなとは思ってるけど。だからね、配信でも、配信だけじゃなくて、ほら、芸人さんとかもさ、昔の苦労話とか面白いじゃん。正直。年取ってくるとさ、あの時ああだったよねって話面白いじゃん。うん。でしょ？だから、そうそう、ディズニーランドで知り合ってる。風船7個ありがとう。だから、なんつうんだろうな。やっぱりね、頑張ってた人が、結果を出すっていうのはかっこいいよ。やっぱり。
みんな気持ちよくさ、テルが稼いだのも嬉しいし、ワンタロウとかも稼いでもらいたいよね、やっぱ配信で。あいつが努力してるの知ってるから。苦労してる人間はやっぱ報われて当然だと思う。苦労して頑張って、実力のある人はね、実力のないやつはもうダメだけど、もう早く引退した方がいい。才能がそこに見出せないんだったら早くやめるべきだよね。でも、才能があって埋もれちゃってる人は、芽が出てほしいなとは思うよ。いっぱいいるからそういう人。外行こうかな。なんか飯食いに行く？外配信やる？外配信やろうかな。ふわっちができてから夢ある。第二のふわっち。第二のふわっちっていうか、やっぱふわっちがこのまま埋もれてほしくない。やっぱツイキャスも殿様経営、ニコ生も殿様経営で、もう配信者をないがしろにしすぎなの分かってるから、俺は。やっぱ配信者にしか見えないものってあるんだよ。本当にひどいんだよ、ニコ生とツイキャスは。で、まあ、あぐらかいてないのね、ふわっちって。だから、俺はもっともっといいサービス改良していってほしいと思ってる。稼げてるんだから、サーバーも軽くしたりとか、もっといい機能、まだまだ改良点あるから。あ、メリンコいらっしゃい。風船ありがとうね、ニア。おやすみ。バーガー3個ありがとうまく絡めないかね。いや、付き合いあるけど、俺は。え、うまく絡めないって。どういうこと？国際通り行くか。ふわっちはいいサイトだよ。だって、配信者が食えるようになったんだもん。配信者が食えなくてどんだけボロボロだったかみんなは知ってるでしょ。配信者が食えなくてどんだけ才能あるやつがやめてったよ。これみんなにとっても損なんだよ。食えない配信者が、面白い配信者がいなくなったじゃん。柏木とかいなくなっちゃったんだよ。あんなに面白かったやつが、黒黒とかさ。まあ、貧乏だったから面白かったっていうのもあると思うけど、やっぱね、面白いものには、お給料出ないとダメよ。夕飯なんか食べた方がいいかな。何食おう。
もう10時か。柏木とか面白かったよね。頑張るよ。銀猫ありがとう。薬飲んでこ。ああ、花火3発もありがとう。ありがとう。気持ちいい花火ありがとう。あざーす。頑張ります。じゃあ国際通りで飯食いながら雑談だな。バッテリーもそこそこ充電できたし。ちょっと待って、準備するわ。胃になんか入れた方がいいよね。なんで少しだけなんだよ。なんで少ししか食わせねえんだよ。腹いっぱい食いてえわ、俺だって。なんで少しなの？ なんで俺の胃袋の中に少ししか入れないつもりなの？意味がわかんねえよ。もっと腹いっぱい食べさせてよ。外配信行こうか、沖縄の夜。食いすぎちょい、あ、捨て頃で減量もしないとな。さっきテルに怒られたんだよね。ホテルの洗濯機って無料なの？って聞いたら、500円高いよな。てかワード、お前も稼いでるんだから500円ぐらい払えるやろって怒られた。払えるやんなーっつって。もうなー、昔だったら洗濯機500円払えんやんなーみたいな。払えるやろ今っつって。 ねえ、ほんと生活保護の頃なんか沖縄にも来れねえしさ、500円なんかもう、ブチギレるレベルだよね。考えられへんって言ってたけど。あ、これで経済回ってるんだからいいよな。ありがとう、解放。ありがとう。国際通りの前にちょっと薬飲ませて。すごいよね。2時間金の話をする。 2時間自分はいかに苦労人で、いかに苦労人だったかと、いかに稼げるようになったかっていう話で2時間を引っ張るっていう。あ、もっと上行くわ。億万長者になるから。もう、キッズに言わせるから。俺も和道みたいになるって。お母さんが、やめなさいって。やだ、和道みたいになるんだ。でもなんか、ツイッターに上がってたけど、和道みたいな配信者になりたいって言ってる人がいるらしいよ、今。あ、その人、生活保護の人らしいんだけど。キッズじゃなくて、ナマポのおっさんに火をつけちゃったらしいよ。俺もワドみたいに成功するんだって。ナマポやめるんだっつって。俺はキッズにそう言われたいのね。だけど現実はナマポのおじさんに夢を与えてしまったんだよ。ナマポのおじさんに、俺もワドみたいに稼ぐんだ。現実ってシビアだよな。あちゃー。あちゃちゃー。まあ、それでもいいか。なんか、ツイッターに、そう、生ポ界の希望だから。生ポ界のスーパースターだから。元生ポに希望を与え続けるよ。よいしょ。生ポの星。
でもそれは一個ね、なんか生活保護の人でもやればできるんだっていう布石は作ったから頑張ってよかったね。生ポを言い訳にしなくてよかったよ、本当に。気違いでもやればできる。うん、プラプラ街散歩しようかなと思って。待ってます？うん？プーさん何待ってますって。沖縄の人なの、プーさん。国際通りリアトツやろう。国際通り周辺に住んでる人っているのかな？いや、よかったよ。人生切り開けたよ。運がいいんだよね。いい人に巡り会えた。あ、ケイちゃんか。え、今後さ、ケイちゃんとプーさんどっちでやる？あの、俺わかんなくなるんだよ、名前変わるとアスペだから。メインやか、どっちで俺の放送を見るかで、LINE の登録名変えておくから。プーさんで見に来るならプーさんでやるよ。ケイちゃんで来るならケイちゃんのままにしとく。あ、頭ぼーっとすんな。薬飲もう。うん。けいちゃん了解。あ、コマンチョーザ。俺が大成功するところ見届けて。10年ぐらいかかるかもしんないけど、俺は必ずやるから。10年ぐらい待って、10年以内に必ず俺は億万長者になる。よし。よし、バッテリーでしょ。三脚、三脚入れて、で、財布、財布、財布。もうそれこそ街中で知らない人がいないぐらいぶっ飛ばないダメだよね。街歩くだけでわーどうだーって叫ばれないとね。沖縄のドンキホーテって24なのかな？どうなんだろう。沖縄って思ったのが、あとドローンとか欲しいね。ドローンが欲しい。あの、YouTube 用に撮影もしていきたいなと思って。お疲れっす。
俺は結婚はしないかな。お疲れ、マルコメさん。ああ、そうなの。テルから来てくれた。ありがとう。もしよかったらフォローしてください。お願いします。テルとは今後とも長い付き合いになっていくと思うから。もしよかったら両方見て。まあメインで見る必要はないけど、たまに遊びに来るためにフォローしといてくれると嬉しい。テルが一番でいいから。何かのご縁だと思うんで。さてと。おお、はるちゃん、久しぶり。荷物重たいよ。バッテリーだけで5キロだから、だいたいいつも10キロぐらい背負って歩いてる、俺は。コロコロの方が楽なんだよ、本当は。でも、コロ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 って聞こえると、音が聞き取りづらいでしょ、リスナーさんが。だから全部配信のために、やってるんだよ。コロコロガラ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 って聞こえると、聞き取りづらいでしょ。リュックの。うん、フォローよろしく。一回調整し直そうかな。行ってらっしゃいじゃない、一緒に行くんだよ。はい、こんばんは。フォローありがとう。よろしくね、これからも。荷物半端ないよ、配信者は。だって、だからスマホ勢は羨ましいよな。正直スマホでお手軽に配信やってる人たちは羨ましい。キャス勢、フワチ勢。荷物が少ないから。パソコン、ウェブカメ2台、三脚。ひどい時、パソコン3台持ち歩くからね。で、手荷物半端ない。あとバッテリーの重さが5キロでしょ？ 5 キロのバッテリーはきついぜ。本当に。その代わりね、高画質で20時間配信できるから、リスナーさんは映像？その風景とか綺麗なところ楽しめるから、そこは有利だよね。画質の綺麗さは圧倒的だから。そう、カバン一体だよ。鏡で見てみる、どんな感じか。こんな感じ。こういう配信スタイルね。花火ありがとう。配信行だよ、俺は。だいたいその、旗から見るとこういう感じで配信してる。放送では見えないでしょ。こうやって、後ろの鏡見える？こういう感じでパソコン持って。はい、どうも、ワドツーって。皆さんこんばんはーって、うん。こんな感じで街を練り歩いてるわけよ。それは目立つよね。うん、だってさ、もう。ああ、全然全然。てか、ドレさんは買った方がいいよ。全然セッティングとか俺やるから。うん。ドレさんは覚えた方がいいよ。ああ、髪の毛セットした方がいいかな。だらしないね、ちょっと。髪の毛セットするわ。まあ、明らかに怪しいやつっていうか、なんかやってるやつだよね。それ YouTuber って言われるよね。みんなこの画面しか見えてないけど、引きで見ると結構迫力あるよ。何やってる人ですか？みたいな。腱鞘炎になるね。だから毎日こう、1日500回ぐらいこう、10キロの鉄アレイでこう、リストを鍛えたりね。うん、
トゥ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 、もっと手首を返して、もっと声張らないとリスナーさんに伝わらないよ。はい。もっとカメラに寄って、はい。女の子パンチラも忘れない、もっと胸を寄せて、はい。配信塾ね。配信強化合宿ね。おいポテチいらっしゃい。ののはまたつ。キューピー、あ、超兄貴お疲れ。頑張るよ。お前もっと閲覧欲しくないのかよ。欲しいです。たるんでんじゃねえぞ。はい。お前なんだその三脚の使い方。深夜っちゃ見習えよ。はい。もうやめたいっす。辛いっす、先輩。俺だって辛かったんだよ、一年生の頃は。そうなんすか、先輩。そうだよ。でも、一年生の時にこれ覚えないとダメになるから。はい。あ、もう髪切らないとダメだな、これ。制御不能になってる。伸びすぎ。おお、お疲れ様です、キューピーさん。今から国際通り行きますよ。ちょっと、練り歩きます。配信者として認めないの？お疲れっす、キューピーさん。花火大会？うん。いや、キューピーさんは、あれだから、キューピーさんが花火を投げたい時に投げるんで、期待したらダメよ。当てにしたらダメよ、そういうの。あくまで気持ちで投げてもらってるんだから、超兄貴。いや、謝らないでください。いつもお世話になってるのに、そんなやめてください。じゃあ一緒に行きましょう。みんな準備 OK だったら手を挙げてください。行くよ、国際通り。Here we go。で、一回枠閉じます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。